テチンちゃん。次は東京、東京、お出口は左側です。新幹線、東海道線、横須賀線、総武快速線、京葉線、地下鉄、丸の内線はお乗り換えです。 The next station is 東京 JY1 The doors on the left side will openPlease change your for the Shinkansen, the Tokaido Line, the Yokosuka Line, the Soba Line Rapid Service, the Keio Line, and the Marunouchi Subway Line.千代田区丸の内一丁目、東京駅の中央通路。7番、8番ホームに向かう階段の10段目。昭和5年、浜口雄幸首相が
ピストルの凶弾に倒れた場所です。直径6センチほどの真鍮の輪の中央には六角形の白い大理石、歴史の一コマに触れたような不思議な気持ちになります。ここは東京駅、さまざまな歴史が刻まれています。赤いレンガの東京駅が開業したのは大正3年。当時世界でも有数のアムステルダム駅に引けを取らない豪華さ。駅舎は445メートルという長さでした。6年間、延べ73万人の人手をかけたルネサンス様式の建物。使われたレンガはおよそ900万個。駅の誕生の背景には明治中期の東京大改造計画があります。皇居の東に中央停車場を置き、さらにその先に東京港を設ける、内外の交通の要を整備するという計画でした。駅ができて、それまで東海道線の起点だった新橋駅で働いていた人の多くは東京駅へ移りました。赤坊さんもその中にいました。トレードマークの帽子は今も変わりません。山崎昭夫さんは54歳。東京駅で仕事を始めて今年で35年目、駅の隅々まで知り尽くしています。小さい頃から汽車が大好きだった山崎さん、19歳の時赤坊になりました。赤坊さんは駅に所属せず独自の組合を作ってきました。収入はすべて働いた人数で均等に分け、休んだ場合はお金は出ません。仕事も報酬も平等な仲間たちです。昭和の初めにはおよそ80人いた赤坊さんも今ではわずか6人になってしまいました。ほとんどの人が50代。戦後の復興から立ち直り発展した東京を駅から見つめてきた人たちです。今は荷物を何個ですか？今12個運びました。400円いただきましたので、4800円ですけども、5000円いただきました。大体皆さんそうやって、そんな感じ、そんな感じになりますね。いろいろこういういろんな人の往来する場所ですからね、楽しみも結構あるわけですよ。そのやっぱしそういう、人間関係の楽しみみたいなこの34年続かせたんでしょうね。
本当にそうですもんね。全部人とのことですもんね、うんうん、それはどういうことですか。例えばとても感謝される場合もあるしね、まあ、そんなのが生きがいっていうのだけどね、まあ、たまにどんなことありました。大事なレースに使うトロフィーを預かりまして、それを私に預けたお客様はトロフィーのことすっかり忘れて、私から受け取るのを忘れてどっかに乗ってっちゃったんですよね。それを私はその列車に乗って横浜あたりまで届けに行ったんです。で列車の中でもそのお客さんすっかりトロフィー受け取るの忘れてたわけですね。で発見して渡してやって、もうすぐこれになるところだったんです、うん、ずっとこのスタイルなんでしょうか。これは全く変わってませんね。というと一番最初からですか。一番最初からなんですね。東京駅ができた時からとても洒落てますよね。ありがとうございます。でも動きやすいでしょ。動きやすいですよ。これ実際この支度だと力が出ますね、うん、これ帰り着替えていきますんでね、その支度になると力が全然出なくなっちゃう。あれ妙なもんですね。もっと力の出るのは憧れの女優さんや歌手の荷物を運ぶ時ですと山崎さんは嬉しそうに言います。東北線の上野、東海道線の新橋、2つの駅を結んだことで日本の中央駅となった東京駅。その東京駅が大きく変わったのは昭和39年の新幹線の開業でした。その後東北、上越と新幹線は増え続けて、他の路線も合わせると1日に3700本以上の電車が乗り入れています。ホームに列車が1両も見えなくなるのは24時間のうちわずか30秒だけだそうです。乗降客は1日180万人。ホームの下には丸の内と八重洲を結ぶ通路が8本あります。南口通路の外側にある赤レンガの通路は小荷物運搬用通路。東京駅が開業した当時の光が閉じ込められているような道です。丸の内南口には車椅子専用の待合室が設けられ、多い時は日に80件以上の依頼があります。
車椅子で旅をする人も増え、去年はおよそ1万人の人が赤レンガの通路を利用しました。東京駅に向かって右半分がホテルになっているのをご存知でしょうか。丸の内南口、上を見ると八角形のドームには窓が並んでいます。東京ステーションホテルは東京駅開業の翌年、大正4年にできた本格的な洋風ホテルです。当時のままの部屋にはそれぞれに物語があります。37年間ホテルと共に歩んだ支配人小藤明さんに案内していただきました。お部屋がございます。ところでここ317号室は川端康成先生がこよなく愛されたお部屋でございます、はい、どうぞ見せていただきます、はい、どうぞ。ドーム側になってるんですね、はい、ちょうどドームが一望できるところでございますが、はい、川端康成先生は寡黙な方でいらっしゃいましてね、ほとんど口を聞いてくださらない、私にとりましてはですね非常に怖い存在のお客様でございましたですね。そしていろいろお荷物をお運びした後ですね、ご挨拶申し上げてもちょっとうなずかれるだけでチップの100円札をパッとこうお出しくださるという、そういうスマートさもお持ち合わせておられる方でございましたですね。いちこは驚いた。窓の金網から乗車口が真下に眺められる。改札口にひっきりなしに人の出入りするのが正面に見える。思いがけないところにホテルの部屋があるものだ。川端康成はこの机で小説「女であること」を書き上げました。先生はですね、執筆にお疲れになりますと椅子をこちらにお寄せになりましてね、この窓から下をよくご覧になっておられました。それこそ飽きずによくご覧になったものでございますね、昭和31年にお書きになりました女であることっていう小説の中にはですね、はい、この部屋の状況、この窓から見える状況がですねつぶさに描かれておりますですね。改札口がもうそのまま見えますね。はい、そのまま見えます。ここは24時間深夜を除きましてですね、人の動きがそれぞれの時間帯によって変わるんでございますね。もう本当に見ても見ても飽きないというふうに書いてらっしゃいますが、はい、本当にいろんな人たちの行き来が見えて、そうなんだな、何か御用を申し付けられて、あるいはルームサービスで参りました時に先生がここに椅子を寄せられてですね、じっとこう見てられる状況を未だによく覚えておりますが、77年間さまざまな人間模様をホテルの窓はじっと見つめてきたのです。大正ロマンあふれる部屋と駅という舞台は他にもしばしば登場します。随筆家内田百賢の東京日記、江戸川乱歩の怪人二十面相、松本清張が列車の見渡せる部屋から書いた点と線、多くの作家がそれぞれ愛用した部屋から作品を生み出しました。支配人の小藤さんがまだベルボーイをしていた昭和30年頃、電気掃除機も珍しい時代でした。宿泊料は3000円、
教員の初任給が5000円ですから、利用客も外国人が多かったといいます。大震災にも耐えた堅牢な建物は東京大空襲で焼け落ち、復旧するまで6年の歳月がかかりました。ここから登るんですか？はい、そうなんです。よくお気をつけてください。はい、おっと、大丈夫ですか？はい、私は大丈夫でございます。よくお気をつけくださいますか？はい、まるで崖に登るようです。いや、本当そうですね。はい、ここで、いや、さすがに広いですね。はい、よいしょ。空襲前は全て3階建てだったホテルも、ドーム以外は2階建てとなり、この屋根裏が当時の様子を残しています。高知さんはよくここに登られるんですか？いろいろですね、かつてはですね、東京駅のこの一番とんがったところにですね、テレビアンテナを立てる手伝いをしたことがありましたりしてですね、よく上がりましたし、実はですね、東京駅もやはり老朽化したりいろいろな原因がありまして、雨漏りもするんでございますよ。どこから雨が降ってるんだろうなんて言ってですね、よくこの天井裏には上がってまいります。まあ、すっかり慣れておりますもののですね、なんとなくここに来ますと、まあ、歴史とですね、その戦争による火災の凄まじさというんでしょうか、そういったものを感じますですね。焼け残った鉄骨は熱で曲がったままです。イングランドと記されています。鉄材はすべて外国からの輸入品でした。レンガは日本製。当時の職人の意地を見せるかのように、大空襲にも焼け残ったレンガ。骨組みに使われた木材は炭になっていました。交通の要の場所だけに復旧作業も慌ただしく進みました。物資不足で屋根を支えているのは木の柱です。至る所に補強のため添え木が当てられ、ジャングルのようです。鉄骨の一部には潜水艦の潜望鏡が、屋根にはゼロ戦の機体が使われています。美しい外観の内側には秘められた顔があるのです。東京駅の新しい顔、山形新幹線の運転席です。東京から山形を2時間27分で結びます。コックピットのような操作パネルはコンピューター制御、日本で最も速い車両です。去年東北新幹線が東京始発になったのに続いて、東京駅は東北の玄関口にもなりつつあります。7月1日開業して1日に14往復、平均9000人の利用客があります。
駅員さんたちは上野の懐かしい匂いが東京駅でも感じられるといいます。夜の波に光る赤いレンガは静かな憩いの場です。この辺りが東京丸の内と呼ばれるようになったのは昭和4年、江戸城の内という意味です。通勤の足が踏みしめる地面は江戸時代は湿地帯、徳川家康が埋め立てました。その後大名屋敷、陸軍の練兵場、そして企業の手に渡り、日本の代表的なビジネス街へと発展しました。赤帽の山崎さんもかつて仕事は丸の内側がほとんどでした。荷物を運ぶ途中目にする並木の緑と皇居が山崎さんの一番好きな景色です。新幹線のできる以前はこっちが主体だったんですよね。新幹線できてから八重洲の方が主体になっちゃいましたんでね、あんまりこの東京駅見るチャンスってのは少なくなってましたね。でもどうですか、ここ荷物を持ってこう出てきた時の気持ちというのは。いいですね。このなんとなくしら100万ドルの駅前っていうか、そんな感じしますね。地下総武線っていうのありますね。それができた時にこの、庭が一体に変化したんですよね。その前はどっちかっていうと大きな木がポンポンと何か所かに入った、それ今この庭園のようなね状況に作り変えたと。蝶の木はちょうど、その辺にありましてね、でそのイチョウの木が一つの小鳥の楽園になってたみたいですね。夕方になると小鳥が素晴らしく集まってきましてね、で本当にこの光景を見た時に何て言うんでしょうね気持ちが休まるっていうかね、山崎さんが好きな大イチョウは東京駅ができた時に八重洲橋のたもとから移されたそうです。
駅と歩みを共にしてきた赤い帽子。山崎さんたちの代で消えようとしています。でも時代とともにスタイルが変わるのは良いことだと笑う山崎さん。34年間東京駅と人を見つめてきた目です。出会いと別れ、喜びや悲しみ、駅に佇む人たちは一瞬の光のように自らの思いを手繰り寄せています。